ここからは市町村観光だよりのコーナーです。今日は藤岡市の観光情報をお伝えします。ではゲストをご紹介します。藤岡市商工観光課の森遥さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森さんは群馬の魅力を再発見のロケでお世話になってまして、先日は一緒にレンタサイクルを楽しみました。はい、今日も藤岡の魅力たっぷりご紹介していただきます。さあ、まずは森さん、藤岡市について改めてご紹介をお願いしたいと思います。はい、藤岡市は群馬県の南部に位置し、練馬インターや佐久インターから車で約1時間、ちょうど休憩を取りたいなと思った時に寄りやすい場所にあります。藤岡市といえば、藤岡市の入り口である道の駅ララン藤岡や世界文化遺産の高山市跡があります。そしてこれからの時期、弥生姫も藤岡市の一押し商品です。今日はその藤岡市から何をご紹介いただけるんでしょうか。まずは藤岡市の冬の風物詩、冬桜です。藤岡市の桜山公園では約7000本の国の名勝および天然記念物に指定されている冬桜を見ることができます。冬桜の見頃は今です。12月中旬頃にかけて見頃です。11月26日までの土日祝日でライトアップも行われていて、明日18日は音楽に合わせた照明演出があります。1日限りの特別演出です。お時間ある方はぜひ見に来てください。そしてここからは新情報です。桜山公園には地域の憩いの場としてみんなのカフェ四季が10月29日にオープンしました。こちらのカフェはいつかお店を出したい、食を通じて学びを提供したい、地域のにぎわいを創出したいという思いを形にする場です。現在は5つの店舗に利用していただいています。県内にかかわらず、県内の方も条件が揃っていれば申請できるので、ぜひご利用ください。カフェの、ね、眺めもすごく良さそうな感じですけども ね、はい、そしてこのほか桜山に向かう途中ではみかん狩りも楽しめるということなんですね。はい、そうなんです。藤岡市では桜山公園のすぐ近くでみかん狩りも楽しめちゃうんです。園内食べ放題、お持ち帰りみかん付きで入園料たったの500円というかなりお得なスポットです。例年12月上旬から中旬までですが、木村観光みかん園の木村さんに状況を確認したところ、今年はみかんが豊作でまだまだたくさんみかんがあるということでした。少し酸味のあるとっても美味しいみかんなので、お子様を連れて行こうと考えている方はお子様の食べ過ぎにはご注意ください。また毎年楽しみにしている人も多いあのイベントもありますね。はい、こちらはララン藤岡のイルミネーションです。毎年たくさんのお客様に足を運んでいただいています。今年のイルミネーションは触ると色が変化する球体やお花のイルミネーションが新たに登場しました。ライトアップの期間は来年の1月31日までです。毎年毎年変化しているダラン藤岡を今年もぜひ見に来てください。そして藤岡市内を観光する場合、レンタサイクルを借りるのもおすすめですね。はい、とってもおすすめです。藤岡市ではララン藤岡と海遊亭で藤岡市観光レンタサイクルという名称で電動アシスト自転車の貸し出しを行っています。貸し出しは無料です。地元の方も市外からお越しの方も藤岡市の街中をぐるっと回ってみるのはいかがですか。映像をご覧のように2人で仲良く、はい、あの自転車というのも、ね、いいなと思いますよね。とっても楽しかったです。はいはい、では最後に視聴者の皆さんに一言お願いしたいと思います。藤岡市は来年施行70周年になります。冬もたくさんのイベントがありますが、冬だけでなく年間通して魅力いっぱいの
藤岡市にぜひお越しください。ここまで藤岡市商工観光課の森遥さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。